高知市と土佐市の境にある仁淀川の河口では、先月22日、シラスウナギ漁をしていた5人が沖合に流されるなど、漁が解禁された今年1月以降、3件の水難事故が相次いでいます。昨日は満潮と干潮の差が大きく、強い引き潮が発生しやすい大潮にあたり、沖に流される恐れが高くなることから、高知海上保安部の職員や警察官らおよそ30人が注意を呼びかけました。シラスウナギの逮捕者の方が沖合に流される事故が発生しておりますので、今のこの河口の流出が早くなるということと、まあ、海面が辛くて、まあ、流されていること自体が分かりづらいというところですね、うん、はい、あとは、まあ、その会社を調整して、はい、安全な日にお願いしますということです、はい。県がシラスウナギを取る許可を出す際に想定しているのは、岸辺から網で取る方法です。しかし、高知海上保安部によれば、最近は水面に浮いて水の中を覗きながら漁をする人が増えていて、その影響で気づかないうちに沖に流される事故が増えているのではないかということです。やっぱり流れってその時すごいですか？あっという間に何百メートルも本流やなかったら我慢なんで、こっちやったらね、泳いだらもんどこやるけど、もう本流へ乗ったら田舎で行く気、もう人も 何百人も降りてから、お互いに気をつけてないかな。もうここの漁をされてる方は、慣れてる方ばかりなんですが、ここの事情を知らない方、もいますので、そういう方のためにも啓発活動をしていかなければというふうに思っております。海上保安庁では、巡視艇による監視の強化などで水難事故の再発防止に努めるとしています。